パリ天文台地図パリ天文台はフランスパリ14区オブセルバドワール通り61番地にあるフランス国内最大の天文台で世界最大級の天文学研究センターの一つである。また PSL 研究大学の正式機関でもある。パリ天文台はフランス国民教育省のグランウェタブリスマンの一つであり、その位置づけは国立大学に近い。 その役割は以下の通り、パリ天文台の守護船室。パリー死線船が床面を走るムードンに付属対応観測所、南西に電波観測所がある。またここには1987年まで国際法事局が置かれていたが、その業務は1988年に国際土寮公局に移管された。フランスの国際貿易と海上交通が 活発化した17世紀に、ジャンバティスト・コルベールの野心的計画から実現した。1667年、ルイ14世の知性に建設が始まり、1671年に、竣工した。建設を担当したのは、コルベールの秘書で、公共事業の統括責任者、シャルル・ペローと建築家、クロード・ペローと見られるが、この二人は兄弟である。機器は、 ジュゼッペ・カンパーニが制作した。建物は1730年、1810年、1834年、1850年、1951年に拡張された。最後の増築時にはジャンプルーベデザインの四五選室が設置された。パリ県問題は世界初の国の開示歴、コナサンスデトンを1679年に出版したが、ここでは、 海上の船乗りが経度を確定する手段として、木星の衛星による食現象を利用した。1863年、パリ天問題は初の近代的気象図を出版した。1882年には、合計33センチメートルの屈折天体写真儀を設置、国際協力による製氷ガルトジュシエルプロジェクトの宣弁をつけた。 1913年11月にパリ天文台はエッフェルをアンテナとして使いアメリカ海軍天文台と無線信号を交換して日地転換の正確な軽度差を決定した天文台が開設されてから100年間は大長の職が設けられておらず1771年の秋セザール・フランソワ・カッシーニが初めて正式なパリ天文台大長となった それまでは各メンバーが好きな時に観測をして良いこととなっていた。ジョバンニカッシーニはルイ14世に招聘されてパリに移り住み、パリ天文台が開設されると天文台の住居に移り住んで観測を行った。同様に息子のジャック・カッシーニもパリ天文台で観測を行ったが、いずれも正式な台帳ではなかった。カッコ内は在任期間。ありがとうございます。